曜日、マナテナス教区で行われるミサは驚くべきイベント、大きな祭りです。毎週ごとにこの巨大な体育館は教会として使われ、ペールペドロの周りに5000人から7000人の人々が参加します。このスロベニア出身のアルゼンチンの神父はサン・バンサン・ドゥ・ポールのラザリスト会修道士で、1970年以来マダガスカルでクイーン宣教を行っています。マダガスカルの首都アンタナガリーブの道路、そしてゴミ捨て場の貧しさから救われた人たちがここに集まってきて、3時間もの間自然に祈り歌い踊ります。少し前に10歳の男の子が許しの秘跡を受けにやってきました。彼は本当に小さかったのです。そして驚いたことに、この小さい子供はすでに初聖体を済ませていました。彼はひざまずき十字を切りました。父と子と聖霊の御名によりて、父なる神様、罪人なる私に祝福を与えください。10歳の子供が自分は罪人であるということを認めているのを知り、びっくり仰天しました。まだほんの10歳の子供なのですよ。大人でもしばしばこのように自覚しない人がいますのに。そして私は神に祈りました。この子供が彼の人生においてあなたに仕えることができますように。そして神様、今もいつまでも彼をお助けください。人生をさらに良いものにするために、改心する人を見ることは感動的です。一緒に乗りましょう。神様、毎週日曜日、私どもに力を与えてくださることに感謝いたします。神様、私どもが御国へ、あなたの光へ、あなたの愛に帰るのを忍耐強く待ってくださることに感謝します。日曜日のミサは奇跡のようです。排斥、苦しみ、痛みのあるところがこうして人々が集まる場所に変わるのです。神様はこのように情勢を逆転させることがおできになるのを見るのは本当に大きな驚き。島の最も自然に恵まれない小さな集落にある僻地で15年過ごした後、私はアンタナリブに来ました。サン・バンサン・ドゥ・ポール・ラザリスト教団において新しい布教を行うためでした。1989年5月20日、そこで見た貧困に目をつぶることは難しいことでした。ゴミ捨て場で見たことは私を恐怖に陥れました。その日、私は1000人余りの子どもたちがそこにいた豚や犬や動物たちと共に自分たちが生き延びることと戦っているのを見ました。私は何も言えないままでした。私はまるで電気ショックを受けたようでした。そして自分に言い聞かせていました。ここで話はできない、行動しなければならない。缶詰、使用済み電池、ボロ布、金属の切れ端、石炭のかけら、捨てるものは何もない。すべてが拾われ、おそらく首都の路上で売られるのです。どうしてそんなことが許されるのでしょうか。
アンタナリブの市役所は1985年以来この場所を選び、その廃棄物を放出し、同じ機会に貧しい者たちも吐き出しました。その夜、私は寝込む前に神と契約を結びました。ベッドの前にひざまずき、私は言いました。神様、この小さな子供たちのために何かできますように私をお助けください。私は何をどうやってすべきか分かりませんでした。しかし、私は何かを知っていました。それはこの子供たちはこの地獄から出なければならないということ。なぜならそれはまさに地獄でしたから。さて、その日の夕方、私は力を感じました。何もなく、誰からも知られず、お金もないままで始めたのでした。あるのは情熱と、子供たちがあまりにも非人間的な生活の中で生きていくことを神様お許しにならないという信仰でした。こうしてペドロ神父はマダガスカルの知人の若者たちに呼びかけ、彼らと一緒にゴミ捨て場の住民たちに会うために出発しました。その時に同時にそれらの場所を人間らしいものにする必要がありました。もちろん私は司祭です。イエスを信じています。しかし私はそこに一人の人間としてやってきました。一人の兄弟がもう一人の兄弟のところにやってきたかのように、一人の人間がもう一人の人間に関心を寄せていることを感じ始めるように、そこにもう一人の人間が手を差し伸べ、来てここから出ようと言ったのでした。このゴミ捨て場所をなしている800世帯で一家族につき7人もの子供が死んでいました。7人も子供を失った母親に何と言えるでしょうか。何も言えません。ただ彼女の手を取って言えることは、ママ、もしあなたがまた子供を授かったら子供が生きられるように助けてあげるからね、と。ジャニーヌはこの排他的貧しさから救われた若者たちの一人でした。1989年に5人の子供を持っていた彼女の両親は貧しさのこの迷路の真っ只中にいました。彼らはペドロ神父を廃棄場に迎え入れました。私たちは他の子供たちのようではありませんでした。私の両親は私の兄と共に路上で生活をしていました。路上で彼らの生活はゴミを集めることでした。彼らは乞食をしていたのです。私たちの生活の中には喜びはありませんでした。毎日が悲惨でした。そこにペドロ神父がやってきました。彼は私の両親の生活を変えた最初の人たちの一人でした。彼はすぐにどのように人々を迎えるかを知っていたのです。ある者はそれを恐れ、他の人はすぐに思い切って彼の方にやってきました。私の両親を含め、困難な境遇の人々と彼は優しく話す術を持っていたのです。私たちも彼を受け入れることを学びました。このようにして、私の両親は彼と共に最初の家を建てた者の中におりました。赤マスを建てるために実現すべきすべてのことをしたのです。この方法で1989年からアンタナラリーブの周辺で片隅に追いやられた人々の協力と仲間との根気強い活動を通して、ペドロ神父はマダガスカルに Good Friends という赤マスを建てることができました。この団体は目下18の村で構成され、すべて会員自身の手によって2万人の人々と共に建てられました。彼らは誰もが尊敬され、そして彼ら自身の将来は責任を持つことを学ぶ本物の教会です。もし神が今なお奇跡を行うなら、それはここで起きているのです。
私たちはアノスペでカリビアにずっと暮らしていましたけれど、家賃を払えなくなり、子どもたちと共に市場で寝泊まりをしなくてなりませんでした。子どもたちと辛い思いをしました。ある人が私に、あなたは自分のことをペドロ神父に相談してみませんかと紹介しますよと言われました。しかしこの人が外国人に私を売ろうとしているのではないかと疑い怖かったのですけれど、私にもちろんそんなことはありません、彼は神父ですと言われ、それ以来ここに住んでいるのです。このセンターを紹介してくれたことを神に感謝します。今食べること、着ること、学校に行くことを子どもたちができます。私は教育を受けていないので、私が来ている間に少なくとも子どもたちが一人成功することを目標としています。ラファラスは目下、夫と7人の子どもたちとアンバニアール村で暮らしています。彼女は花を育て村を美しくしています。高潔な精神は他の人々の中にも豊かな精神を目覚めさせます。なぜなら私たちは自分たちの中に命の輝き、愛のきらめきの光を持っていて、これらは決して消えないのです。この神からの輝き、愛のきらめきは燃える炎となるに違いありません。愛だけが人々に命をもたらすことができるのです。私はこの原理に全てをかけます。あなたが愛するとき、他の人々はその愛に応えます。でも奇跡をもたらすのはお金ではありません。それは信仰、私と共に働くすべての人々の信仰でした。私には共に働いている412人の人々がいて、その多くがマダガスカル人です。クララは孤児です。彼女は今まで母方のおばと一緒に暮らしていました。赤傘のおかげでクララはきちんと教育を受け、バカロレア、大学入学資格試験に合格しました。今では彼女は赤傘の会計部門で常勤として仕事をしています。私は自分が受けた援助をありがたく思っています。私は他の人々を幸せにすることができるようになりました。あなたがここで働くために必要とする最も重要で本質的なものは競争ではなく良識と誠実さです。私は特に熟練した技術を持っていたわけではありません。もし誰かがしてほしいことを求めたら、私はそれをするでしょう。誠実に努力することによって、たとえ知識や技術を持っていなくても、信仰と努力を積み重ねることによって最後には成し遂げることができます。ここは赤バスの受け入れセンターです。一日中夜も昼も開けているのです。サポートを受けた家族が来ない日はありません。貧困の一番の犠牲者は子どもと老人です。国の社会保障をすべての人々に行き渡っていないのです。大勢の人たちがもっと初歩的な手当を支払うことができているのです。それぞれが治療受けを続けて、しかるべき生きていくためには月々10ユーロで足りるのです。ネニーは夫と3人の子供と一緒に1994年に赤マソに来ました。今日彼女はチームとともに受け入れの責任者です。
かつて私たちは本当に見捨てられたものでした。市場から市場を渡り歩いて寝ていました。誰かが言いました。赤マスに行きなさい。とても心の広い新聞がいるからぜひ行きなさい。事実、私は結婚していましたが、家族に締め出されていました。それでここに来ました。面倒を見てくれました。子どもたちは学校に行き、私は仕事をもらいました。私たちは助けられたのですから、今度は私たちが助ける番です。そして私は初めてここに来た友達と私が受けた喜びを分かち合っています。現在ここには214人がいます。心の病の人、私たちと同じ境遇だった人やホームレスもいます。マダガスカルの政府がここに送り込むのです。政府が責任を持とうとしないのは悲しいことです。ここに30歳から31歳のかなり若い母親が2人います。1人の夫は死に、もう1人の夫は姿を消しました。今助けなかったら死ぬかもしれません。あるいは完全に堕落するかもしれません。ですから、このような人たちには明日か明後日来なさいとは未だかつて言ったことがありません。常にすぐ受け入れました。それが1件だろうと2件だろうと10件だろうと20件だろうと、場所を見つけなければなりません。もし神が存在するなら、これらの子どもたちや母親たちのために場所があるはずです。神おられるので彼らのための場所があります。まず食べ物を与えなければなりませんし、暖かいところで寝られるためのベッドがなければなりません。そして徐々に彼女たちと何ができるかを検討します。私たちと一緒に残るか、家族のもとに戻りたいか検討します。その時点からは彼女たちに立ち直るための時間が必要なので、ゆっくり歩みます。もっと安定した生活が可能であることを理解するためには、長い時間が必要になります。当初は耐え難いかもしれないけれど、いろいろな規則や異なった生活環境を経験するのです。これが、このテント村に臨時的に受け入れられている家族の生活です。ここで彼らは共同生活を学びます。本当の住まいに移る前に一連の訓練を受け入れなければなりません。ここには100人余りの人が付き添い人の役で、皆それぞれ兄弟たちと関係を持っています。やる気や喜びを取り戻させるために、皆好意ある言葉や大丈夫、貧乏に打ち勝てると勇気づける言葉を投げかけます。それを10回でなく100回、いや1000回繰り返さなければなりません。そして時に1001回目に彼らは言います。おや、彼の言う通りだ、僕は戦おう。そしてここでは私たちの秘訣は諦めずに続けることです。是が非でも続けることです。続けること、それは福音書の力です。福音書の中でなければどこにこの力が見出せましょうか。そして彼らはついにはいろいろな困難があるにもかかわらず、我々のところに残ろうと考えるのです。私の協力者たちです。生涯を捧げた、兄弟に奉仕するために結婚しなかった私の協力者。ここではそれは強い力です。彼らは他人の子供の面倒を見るために自分自身の子供を持つことを断念したのです。なぜなら、この子供や家族と一緒にいるために全てを捧げなければならない時があるからです。半分を捧げることは不可能です。
赤松に残って建材建築の上に住みたい人たちは仕事に就き、自分の子どもたちを養い、生活の規則を規定している憲章であるディナーを尊敬しなくてはなりません。今日3000人の住民が彼ら自身で作り出した仕事、お仕事の賃金生活者です。ユビさんは今日ベマソン州の職のある労働者の責任者です。2005年に14歳でここで生活するために家族の元を離れました。赤松の援助でバコロレアに合格し、ワードプロセッシングを学びました。私の仕事は容易なことではありません。大勢の人たちを管理するにはとても難しいことです。大胆で献身的でなくてはなりません。彼らはグループに分かれており、各グループに責任者がいます。未成年の男性は大きな石を爆発させ、女性たちがそれを売るために石を細かく砕いて小さな石にします。ここでは生活が戦いです。生活が日々戦闘です。私たちはこの山から何千立方メートルもの花崗岩を採石しました。そして女性たちがこの数千立方メートルもの石を頭に乗せて運ぶのです。それゆえ私にとってはこの女性たちは貴婦人です。そしてこの女性たちがいくら稼ぐかというと、1日にやっと1ユーロです。ここに未だかつて機械を導入したいと思ったことはありませんでした。なぜならその後この人たちは何をするでしょうか。仕事がなくなります。人は仕事をするとき社会に所属するのです。誇りを持って全ての人の前に立つことができます。自尊心を持ち直すからです。そしてこの仕事の成果として、この敷石と石材で村全体を舗装しました。彼らがしたのであって彼らの仕事なのです。彼らの努力の一部は彼ら自身の村のため、そして他の部分は家族の生活のためです。仕事によって貧困に打ち勝つのです。こうして赤松では4日ごとに家が1軒できます。この労働者たちのおかげで、また彼らが引き出す利益や外部から多くの寄付のおかげで、赤松の集団のための仕事と特に病気のための財政が運営されています。1万人の子どもは赤松が建てた学校に就学しています。週に5日彼らに食物を供給することにかけています。彼らの成績はこの地方での最高で、赤松の生徒は今日 82% がバカロレアに合格しています。大多数が大学で勉強を続けています。私の霊性はこの接触、貧困者との日々の摩擦から生じました。時には襲撃のように私のもとにやってくる貧困者が私を変えました。後で彼は貧しいのだ、私を襲撃する権利があると思うのです。神のみが私たちが日々いかに苦しんだかを知っておられます。神のみがご存知です。
このように多くの失望に耐えることは私にとって魔術ではありません。人間的な見地からは困難なことです。厳しいことです。時々私の頭は壊れてしまうと思います。しかし頭は破裂しませんでした。なぜでしょう、わかりませんが、私はイエスという名の男性の模範が染み込んだ棘のようなものだからかもしれません。私には福音書イエスという男性の言葉が染み込んでいます。神父になろうと決めた時、イエスを手本にしようと思いました。これらの全てを多少父と母からも受け継ぎました。彼らは信者でした。キョンサー島の迫害の時代にスロベニアに全てを置き去りにしました。彼らは全てのものを失い、残したものは信仰心、信仰心は持ち続けました。そして空手で誰一人知人もなくアルゼンチンに来ました。そこで8人の子供の家族を作り上げました。父は私に模範を示してくれました。その働きぶり、何たる誠実な男、何度仕事を盗まれ賃金を払われなかったことか。そして母の働きぶりと私たち子供への愛情、ドアを叩きに来る貧しい人への愛情。母はいつも私に言いました。うちのドアを叩く貧しい人にはいつも少し分けてあげなければなりません。そして家で私たちを一つにしたのは祈りでした。その後私は探し求め始めました。私にとってイエスとは誰だろう、神の顔とはどれだろう。そして最も貧しい人の顔にも神の顔を見出したのです。そして今日、私にとっては貧しい人々のいるところに神がおられるのです。そして今日、もし一番の近道で神のもとに行きたいならば、貧しい人たちのところへ行けばすぐに神が見出されるということが分かりました。サン・ヴィンセント・ポールは言いました。祈っている時に貧しい人が扉を叩いたなら、神のためにその人を助けなさい。なぜなら神は貧しい人たちを助けることを勧めておられ、私たちは最も貧しい人たちのところへ行かなければならないのです。なぜなら彼らは我々のところへは来ない、彼らはあえて来ないか、あるいは来られないからです。神ご自身、イエスご自身が、私は失われたものを探しに来たと言っておられるので、全てが神の訪れに値します。奉仕によってのみ、いつの日にか我々を助けて天の扉が開くのです。イエスがマタイによる福音書25章31節とその後に言われたことを忘れないようにしましょう。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。アンリ・ラコト・アリゾア神父は今日マダガスカルのアーシラベに住んでいます。マダガスカル人の神父です。この国のシュマヌフの共同体の責任者です。今月は彼の言葉に従ってマダガスカルの正義と平和のために祈りましょう。私にとってアカマスは希望の言葉です。貧困を退け、貧困に打ち勝つことさえできるのです。
そして私は神がペドロ神父を何かを我々に伝えるために今日預言者としてお使わしになったと思っています。第一に我々が貧困の現状に目を開くために神が声をかけられたのです。我々にあなたの周りにいる貧しい人々が見えますか、あなたの周りの貧困が見えますかと。第二に我々の周囲のこれらのあらゆる貧困の状態から貧困を見慣れてしまわないようにとの勧めです。第三に単に見るだけでなく単に心に衝撃を受けるだけでなく行動を起こさなくてはならないということです。ゆえにそれぞれがいるところでそれぞれのレベルで何かをするようにとの勧めです。今月の御言葉はマタイによる福音書の25章31節とその続きです。イエスは言われた。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さな者の一人にしたのは私にしてくれたことなのです。